久々っていうことだってあのー、アメリカの NBA ねもう世界で一番バスケットが上手い人たちがえー、200人ぐらい集まってあのボールをカゴに入れる遊びを仕事にしている人たちがえー、盛り上がるスポーツ。 NBA ですよ。のなんかその1番を決めるファイナルっていうのがこの前あってさんで優勝したのがあのセルティックスボストン・セルティックスってこれさ俺バスケット知らない人でも見たことあるんじゃないかな緑色のロゴでなんか帽子かぶって杖ついたおじさんがあの片手でボールくるくる回してるみたいなイラストがあるんだけど。 これなんかどっかで見たことないかなーって昔からのチームでね名門のチームでさそのボストン・セルティックスがさまあ18年ぶりに優勝してまあ名門返り咲きみたいな感じでわーって盛り上がったんだけど俺見ててさいやすごかったのこのファイナルがセルティックス対えボストン・セルティックス対ダラス・マーベリックスかなダラス・マーベリックかなこの僕ダラス・マーベリックを個人的には応援してて まあ、ボストン・セルティックスも名門ですごいいい選手たちたくさんいるんだけどこのマーベリックスにはこれも聞いたことないのルカ・ドンチッチっていうあの日本がオリンピックやった時に相手にいたんだけどルカ・ドンチッチっていう選手とドンチッチってなんか弱そうみたいなでもめちゃくちゃ強い選手あとカイリー・アービングっていう、あのーまあ、ものすごい選手がいてで正直 いやお前ら2人一緒のチームじゃダメだろっていうぐらいまあめちゃくちゃ強い2人なのよ。もうあのなんつうのお前主役で漫画もう20巻描けるけどもその2人が同じチームにいるんだみたいな。<laughs> でちなみにそのルカ・ドンチッチドンチッチ選手は、えー、キャリアハイだから1試合で自分が入れた一番最高得点70点っていういやバスケってさ100点じゃんね <laughs> 大体。70点 一人で入れててんのっていうすごくないほんで、えー、カイリーアービングカイリー選手が自分で言った最高得点60ってなんだ <laughs> もうお前ら二人で終わりじゃんバスケットっていうそういうチームなんだよねまあ決勝で敗れるんだけどさほんでさカイリーアービング選手はちょっと日本でこう有名になったのは日本人のファンがその試合中プラカードで カイリーに会いに日本から1万マイル飛んできたんだぜっていうふうにプラカード掲げてたら、試合終わったら自分の靴を脱いで、バッシュを脱いで、サイン書いてそいつにあげたっていう、それでちょっとわーって日本でバズったことがあったんだけど、その動画が。まあ、とても素晴らしい選手。で、このドンチッチ選手、ちょっと検索して、なんか動画とか見てもらうと思うんだけども、なんかさ、映像で見てると、全く速くないのよ。 ちょっとね、なんていうかな、ムチムチした白人の選手、まあでかい選手なんだけど、全然そのスピードとかない選手なのに、もうなんか見てると面白いほどこのディフェンスを抜いていく選手なのよ。ほんで、他にも速い選手がたくさんいるからさ、そのスピードの違いがすごくわかるのに、なんでこの人そんなに速くないのに、あの、こんな上手なのっていうか、ディフェンス抜かれちゃうのって、 思ってなんかそういう解説動画みたいなの見たらどうやらあのすごくゆっくりするのとえー、まあまあまあ早いののこの緩急の差がやばいらしくてゆっくりの時めちゃくちゃゆっくりらしいのねだからなんかよくあんじゃんねあのすごくゆっくりパンチしてるけどもこれ早すぎてゆっくりになってるんだみたいな。うん 何回もパンチしてるんだみたいなそなんかその逆な感じ <laughs> すごい本当にすごいゆっくりなのにだからあの急に速くなるでも急に速くなる時もそこまで速くなってないのにゆっくりのところがすごいゆっくりだから抜かれちゃうっていうはあすごいなとだから俺はこれをドンチッチ選手を見てこれもあのいわゆるこラジオのトーク術にもよる あの使えるんじゃないかと。ものすごくゆっくり喋ることによって。私はなんかこういうカメラマンいたよね。こういうカメラマンいたよね。戦場カメラマンでいたよね。<laughs> 私はって喋っ,っていくと、すごく流暢に聞こえるんじゃないかというね。 それを学んだんで、多分、あの、来週のモンドセクションはめちゃくちゃゆっくり喋って、<laughs> あの、オチまで行かない可能性ありますけどもね。えー、楽しかった。なんかちょっと動画上がってると思うから見てみて。